プシー階段のもう元祖みたいな、その話のモデルとなった池っていうのがこの池なんですよ。鳥居をくぐると呪われてしまうらしいです。どこかに血で書かれた文字みたいな張り紙みたいなのが落ちてるらしいんですよね。あ、そう、え、これじゃね、赤いよ、おっか、足重い、おかしい筋肉。フロントガラス触りました？触ってない。場所なんですけど、うん、ここなんですよ。あー、はいはいはい、カメラ分かって、見える？これね、内側なのよ。今回行く場所が、ミドロガ池。池に行くのって結構珍しいじゃないですか。うん。この池って、行っとくべき池かなっていう感じなんですよね。どういうこと行っとくべき。よくさ、うん、階段でさ、うん、タクシーの運転手が女の人を乗せて、その女の人を乗せた状態でしばらく運転して、いざ目的地に着いて、うん、こう後ろ振り返ったら、シートがずぶ濡れになっていたみたいな。うん。あ、なんかよく有名なやつだよね。そうそう。なんかその話聞いたことある、うん。その話あるじゃん。うん。あれって全国的に有名なんだけど、うん、その話のモデルとなった池っていうのが、この池なんですよ。あ、そうなの？そう。だから言ったらタクシー階段のもう元祖みたいな。そう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 。場所だよね。結構その噂っていうのが意外とバカにならないというか、うん、新聞とかでも報道されてるんだって。うん、あ、そうなの？そう。ここの入水地っていうのも結構多いんだって。あ、そうなんだ。早速ね、参りたいと思います。行きましょう。行きましょう。はい。目の前がもう池ですね。ミドロガ池ですね、はいはい。じゃあ早速行きましょうか。はい、行きましょう。ミドロガ池だよね。これが、うん、これなんなん？氷河期の植物が遺伝する一方、自分の独特な生物学的にも結構すごいとこだね。うん、多分これ水門だよね。多分僕は60センチぐらい深い、うん、深さできる。いや、深いよね、でもね。階段のモデルになったのがここなんでしょ、うん、ここ、だからどっかで降ろしてる、いなくなったってことだよね。ほんで、入水時結構多くてあるっていうね。なんで柵もなんもないのっていう。あ、確かにここ、ま、もうノーガードだもん。え、バカ危なくない？ここだって柵あるけど低いんだよね。めっちゃね、ほらね、めっちゃ低い。いや、でもまだわかるよ、柵ある。うん、ここもう直やん、ここ。しかもさ、うん、暗いからさ、うん、全然最初気づけなくない？間違えて入っちゃう可能性あるよね。ああ。広いわ、本当に。魚釣り禁止だって。もうこっからさ、もうぐわーって来てさ、広すぎ？マジで広い、うん、なんかこのまま歩いててもなんか特に意味なさそうだから、うん、俺一人で行ってこようか。どう？俺一人でちょっとしばらく歩いとこうか。あー、オッケー。じゃあ俺らスピボしてみる。そうしようか。じゃあスピリットボックスよろしく。はい、じゃあ行ってきます。はい、はい、気をつけて。はい、ずっと柵が低いのが気になるけどね。ほんとそれだけですね。反対側は立派な柵があるのに、なぜ実が多いこの池は柵がこんな短いのか。
水門の前でね、スピリットボックスやっていきたいと思います。はい。ここで人が何人なってますか。もう一度お願いします。あまり今のところ何も感じないのですが、ここに幽霊はいますか。ん？入ってる、入ってるみたいに言ってなかった。え、帰っていかないと。ここに幽霊はいますか。ん？入ってる、入ってるみたいに言ってなかった。え、帰っていかないと。ん？入ってる、入ってるみたいに言ってなかった。え、帰っていかないと。ん？入ってる、入ってるみたいに言ってなかった。え、帰っていかないと。そのままお願いします。あなたはここで亡くなった例ですか。広まるにつれてどん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 噂が大きくなっていっただけで、場所自体は大したことないのかなって思います。レートは C ぐらいですか。 C だね。この首塚大明神も京都で結構ね、有名な心霊スポットの一つとなっているんですよね。はい、日本三大妖怪の一つと数えられている酒呑童子の首が眠る神社は、何か異様な力を発しているとされ、有数な心霊スポットとして名を馳せることとなりましたと。酒呑童子って結構有名だと思う。そう、俺も聞いたことある。うんうん、鳥居をくぐると呪われてしまうらしいです。あ、もう真ん中とか関係ないし、レベル違う、関係ないんだ。でももう別に真ん中通ろうが端通ろうが、鳥居をくぐるとやばい。あ、そうなの。で、あとはね、一箇所目でさ、後ろにさ、手形がついたみたいな。ああ、あったね。ここも知らない間に手形とかついていることがあるらしい。あ、そうなんだ。だから帰ってきたら、ここよりここじゃないところもまた増えてる可能性がある。そうだよね。それでは早速参りましょう。はい、行きましょう。行きましょう。早速来ましたね。来ましたね。もう鳥居あるやん。そうだ、もうもう呪われるの確定じゃん。もういや、もう早速すぎるね。うん、やばいね。これでしょ、鳥居。まあこれでしょうね。これ入ったらやばいんだよね。うん、まあもしかしたら奥にまた別のがあるのかもしれないけど、とりあえずもうあるからね。鳥居をくぐると呪われてしまうらしいです。早速もうくぐりますか。うん、俺くぐっちゃったけど、一応まあ一応端っこ通ろう。これ真ん中通っちゃった。お邪魔します。はい、うん、一応なんかね、一応今なんかさ、重い 石が下で、地面、石の地面に重いものを動かした時の音みたいな、なんか早速現象か。いや、ほんとほんと、なんで俺の時はそうなんだよ。マジだって。ほんとに。いや、開幕すぎて。あ、まあ、そんなことあんのって。足重っ。え？え？入った瞬間やん、だって。ちょ、待って待って。え、ちょ、待って待って、触って。おかしい、筋肉が。へぇ。硬いんだけど、ここだけ。え？え？ちょっと、触ってる分にはよくわかんないけど。張ってんの、ここ。ここ、ここ、ここ。あー、確かに異常に張ってんの今。なんで？硬てえな、なんか歩きづらい、めっちゃ現象。鳥居をくぐった呪いみたいなものが影響してんだけど。え、マジ嫌なんだけど。やばくない？リボン、ちょっと掴まれたんじゃない？
あーやだ、本当に右足やだ。いやちょっとリボンが気がかりだな。でもマジで急に来てる。あー足悪いね。うわー、また鳥居があったな。鳥見えた。鳥居があった。てかなんかもう一個同じような感じ。もしかしてこっちかもね。こっちのことを言ってんのかな。かもね。いやでも分かんない、俺の足がもうこうなってる以上下は分かんないから。まあ首塚大明神って書いてあるね。え、ちょっと俺鳥くぐるの怖っ。ここも鳥なんですよね。そうだね、鳥だね。うん、でもなんかこういう紐があるから昼間とかは参拝、そうだね、参拝する人いるんだろうね。でもさ、ここでさ、なんか鳥居くぐんないで参拝できなくない。でもいや、ここも無理だね、不可避だね、完全に。だからここなんだと思うよ、本当に。後ろのなんか隣石碑みたいなのがあった。あ、本当だ。うわ、赤い文字。お、なんだ、なん、病を持つ人々を助けたいって、ほら。あ、書いてある、書いてあるね。ここで参拝すると、多分そういう効果があるのかもね。あ、なんか健康なるためのみたいな、そういう参拝かもね。でもよくわかんないよね、そういうとこなのに呪われるんでしょ。でそれは鳥居でしょ、だから。うーん、お、来たよね。もう怒んない。うーうーってちょっとごめん、怒んないね。絶対動物の愛好じゃないよ。そう、この場所ね、うん、なんかさっき言い忘れたんだけど、うん、なんかエピソードみたいなのがあって、はい、どこかに血で書かれた文字みたいな張り紙みたいなのが落ちてるらしいんですよね。あ、そう、気になる。そんな、血で書かれてんの。もしかしたらなんかそういうのもどこかにあるのかもしれないっていう。なるほどね。うん、ちょっと探してみるか。そう、確かに、うん、うわ、なんか建物あるね。これ何の建物。謎いよね、これ。こんなとこ謎じゃないですか。あ、でも普通に作業場かな。でそこになんか落とし穴みたいなのがある。この落とし穴、あ、これなんだろう、うん、え、これじゃね。え、でも血で書いてなんか、どれ、いや、赤いよ。うわ、赤、あの血乾いているじゃない、これ。あー、だこのね、ここの部分だよね。うん、待って、なんで書いてあるの。書いてることやばい。下にある血は生血でございます。え、どういうこと。生血で下にある血ってことは、だから別で何かあったってこと。なんかその血を溜めてるようなものが。そうでしょ、うん、張り紙だからどっか高いところに貼ったって、その下にあるものですよってことだもんね。だって見て、そこの何これ、なんとか同士様蘇ってくださいって書いてあるよ、一番右黒い文字で。四天同士様から先祖代に至るまで呪いされるって書いてあるよ。うわ、やば、ほんと離れようぜ、ここ。なんか気味悪いな、気味悪いな。この穴も余計気味悪い。ここでスピポしてみない。やってみますか。鳥をくぐった人は不幸に陥ってますか。僕の右足をおかしくした人は今現在近くにいますか。なんか言って、なんか言って。そのまま続けてください。リボンの足をやったのはあなたですか。さっき男だけど、ちょっと今女っぽかったよね。さっきの牛の声だよ。嘘。リボンに恨みはありますか。じゃあちょっとリボンさん、はい、結構危ない感じというか、はい、まあ結構狙われてるっていう感じあるんで。まあそうだね、本当に下の鳥だね。足のねとこやられた鳥で一人タイムをやってもらいます。はい、俺と大輝はここでろうそくタイムを。わかりました、はい、やっていこうと思います。 OK。 はい、ということで、こちらがちょっと見にくいと思うんですけど、最初に僕が異変を感じた鳥居の前でございます。あんまり紹介できなかったんですけど、ここに見えるかな、水を溜めるようなものがあるんですよ。僕がここの鳥居こういって入った瞬間に、さっき映した水が入ってるような岩石のところですね、引きずったような音が入った瞬間に聞こえたんですよ、こっちの方から。でも多分動くわけがないんで、これが結構スムーズにズッっていった感じの音だったんですよね。多分入ってると思うんだけどな、音。鳥居の真下で、ちょっと今、ある程度、ちょっと、
今座ってる状態で、この状態で何か起こるかちょっと検証したいと思います。で、今んとこ周りから視線がするとか気配がするっていうのはないんですよね、特に。ただずっと闇が広がってる感じ。鳥居からも今は悪い感じはしないですよね。今明らかおかしいぞ。木の丸太投げるような音なんですよ。でも人の気配はないんですよ。ちょっとね、すごいこっちの方から今視線というか気配をめっちゃ感じるんですよ。丸太投げたような音が聞こえたっていうのは鳥居の真逆なんですよ。こっち側なんですよ。見えないと思うんですけど、今僕の向いてる方が鳥居の方面なんですよ。全くその大名人関係ない方面からその丸太を投げたような音が聞こえたんですよね。今足音聞こえたぞ。まあ山の中からだよ。完全山の中です。ここの方面です。こっちの方面。じゃあこんな感じでこの張り紙のね近くでろうそくを立ててやっていきたいと思います。ちょっとこれで黙ってみますか。そうだね。周りの音に集中して、うん、気のせいかな。なんかね、俺ここに来てね、うん、あんま音聞こえたりとかしてない。声聞こえたりとかしてなくて、ね、うん、写真撮ってみる。アリオターボのやつ撮ります。お疲れです。いいっすよね。まあ菅さんのちょうど聞くんであんまり聞かないんですけど、はい、ちょっと一個聞きたいことがターボさんにありまして、内側からフロントガラス触りました？いや触ってないよ。気のせいだったらいいんだけど、ちょっともしかしたら見つけちゃったかもしれない。悪いけどマジで触ってないよ。一回車までちょっと移動しましょう。マジで。場所なんですけど、うん、ここなんですよ。ちょっと一回ライト消すね。はい。わ、見えるかな。うっすら。これね、内側なのよ。触った記憶はないよね、うん、俺も見てない。で、一通り見たけどここしかなかったんだけど、でこれ内側なんだよ。え、これある。手がなかったよ。あ、ね、さっき俺一人タイムしてる時に誰かが丸太をボーンって下に投げたような音したの。マジ？もう木と木がぶつかり合う音みたいな。今完全足音だったじゃん。え、俺分かんなかった足音。被害者連続で手形ついてる。手形って言った瞬間に聞こえたんだけど。こうしたら分かりやすいかな。わー、分かる分かる分かる。
お疲れ様でした。お疲れ様です。感想としてはもう俺と大輝ほとんどないよね。なんもなかったね。リボンさんの話を聞きましょう。そうだね、ちょリボンが気になるね。でまあ最後僕が気づいた手形、内側からだからね、消えないから。ちょっと見てみますか。うん、全然映んねえな。多分写真とかじゃないと分かんないけど、うん、ちょっとここはあの写真でお送りします。はい、はい、そんなにいいよな。いや絶対触ってないよ多分。だって意識しないと触らないような距離というかね、うん、あそうじゃん。ふと触ってしまうっていうことがないもんね。絶対ない。どんなに急ブレーキかけても多分そこ手つかない、うん、1箇所目ね、全部車回ってこんなところなかったよな。なかったはずなんだよ。やっぱり1箇所目 SSS じゃないですかこれ。まあそうだよな、まあ、ここでレート変更っていう、ま、もうレアなケースだけどね。もうだって1箇所目の現象が2箇所目に響いちゃってるもん。そうだよね。あでもここもなんか言ってなかったっけな。ああそうだね、ここも手形が、そう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 、あの、まあその可能性もあるっちゃあるから、まあ、なんともないけど、うん、個人的には多分俺が一番今回やばかったとは思うけど、まあ、俺はもう B とかですね。リボン S ぐらい、まあ S ぐらいかな。この手形はじめその木の音、石の音、あと実際足にねちょっと影響出てるし、やっぱり A ですかね。 A だね、まあ、そうだね。というわけでね、チャンネル登録と高評価、そして通知登録もよろしくお願いします。お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイビー。バイビー。うわこれ怪しいな、黒いこすり跡。なに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 、これするこれする、え処理したの普通に来た。聞こえすぎだって。うるさすぎない。なんかな、なんか喋ってる。マジっすよこれ。ガチの方でコンクリをスニーカーとかでね、固めの靴で4歩ぐらい走ってる音がガッツリ聞こえたんですよ。どんなに見積もってももうここで終わってる。下下下待って待って携帯落ちた。ちょっと待って、怖い怖い怖い、落ち着かせ。嘘だろ、なに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 、マジで逃げろ、吐きそう。何何どうした、ちょっと持ってもらっていい、うん、え何が起きた。